です。こちらの本ですね。いかにして私は12歳年下の女性の心を盗んだのかって本ですけど、記憶に残るバカになろうって話を今回するわけなんですけど、正確には記憶に残らないいい人よりも記憶に残るバカになろうってことで、ほとんどの男性は自分の存在を高く評価してほしいので、女性相手にいい人アピールをしたり自慢話をしたりする。俺は復興支援のためにいつもお次の小銭を募金してるんだぜって言ったアピール、こういうね自慢話っていうのは親密度の向上の観点でもそういう逆効果っていう、なぜならそういったいい人は女性の記憶に残らない、その点女性の前でバカになれる男が記憶に残る。ここでのバカになれる男とは、自分の悪いところやダメなところをオープンにしていける男性、言ってみれば人前で自分を下げることができる男性を指している。なぜバカになれる男は女性の記憶に残るのかといえば、その行為が年下女性が好む大人の余裕のアピールなんていうことだ。年下女性は自分と同性の若い男が持っていない大人の余裕を年上男性に求めている。とはいえ残念なことに、その年上男性の現状が先ほどお伝えしたようにいい人アピールするだけで薄っぺらい男性が大半。そんな絶望的な状況下で、あなたが年下女性に対して大人の余裕を感じさせるアプローチを行ったらどうなったのか。間違いなくあなたはその年下女性の記憶に残る男性になる。それも彼氏候補筆頭の男性として記憶に刻まれることになる。ここでのね、いい人っていうのは女性がいたらどうでもいい人ってことなので、ぜひともね、あなたね、バカになれるというね覚悟を持ってこの本を読んでください。